ゲットしたスクイーズを紹介したいと思います。それがこちらです。イクラのお寿司です。こぼれイクラって書いてあります。これはクレーンゲームの、なんて言うんだろう、すごく小さい機械、小さいクレーンゲームの中に入ってて、なんと一発でゲットしました。絶対ね取れないだろうと思ったんですけど、あ、なんか書いてある、デパ地下のおばはん試食率ナンバーワン、もう食べないでくださいって書いてある。あー、確かにこんなねイクラのお寿司があったらね絶対試食するでしょうね。デパ地下のおばはん試食率ナンバーワン、いや面白い、これこぼれイクラ。でもこんなイクラの試食なんてあるの？コンビニに売ってる高いおにぎりってこんなようなパッケージに入ってませんかね。買えないですけど160円とかするやつ、こういうパッケージにね入ってますよね。早速こちら開封したいと思います。チュルチュルスクイーズなのかな、水系とかジェルなのかな。これはどんなスクイーズなんだろう。わあ、すごい、海苔の部分がリアルです。すごい、これはね新しい感触だと思います。どうなってるんだろう。おお、わあ、見えました。今チュルチュルスクイーズだ。見えるかな。すごいですねこれ。あー、知らなかった、ジェルとかが中に入ってるのかなと思ったんですけど、これはやばい。うわー、すごい、本物みたい。うわー、やばい。裏側はねこんな感じになってます。ここは柔らかいっていうよりは海苔の質感のザラザラした感じになっていて、ここは触り心地がとってもいいです。こうですね。イクラが溢れてる、こぼれイクラ。あ、そういうことですね。粒入りって書いてあります。こぼれイクラ、これはすごい。わあ、これもすごいですね。いや、ゲットできてよかったです。うわー、いくらすごい。試食コーナーでいくらがあったら食べ過ぎに注意してください。今ねチュルチュルスクイーズにハマっているので、まさかこれがチュルチュルだったとは思いませんでした。